手の周囲の測り方ですけども、これもお店によっていろいろやり方違いますが、例えばこの親指をね含めて測ったりとか、この辺で測ったりとかありますけども、うちの場合にはこの指の付け根、指の付け根の一番深いところからこうぐーっと来て、この手の熱いところを測ってやりたいわけです。この熱いところを測ってやりたいわけです。で、その場合には、メジャーを通すときに、まっすぐじゃなくて、これまっすぐじゃなくて、ちょっと気持ちね、こう寄せてやるんですよ。まっすぐじゃなくて、ちょっと気持ちこう寄せてやると、ここの熱いところが測れるんですよね。で、具体的に、じゃあ何センチぐらいずらすのって話なんですけども、多分2センチぐらいですね。2センチぐらいずらしてやると、かなり正確に測れると思います。で、実際の測り方ですが、このメジャーの0のところを、まずこうね、押さえてください、左手で。まず押さえて、反対側をこう回してくると。回してくるというのが一番いいと思います。はい。で、まあ、この場合ですね、20.5 という感じですけども、こう見ていただくと、この厚いところが測れてるわけですよね。はい。で、2センチぐらいちょっとこう、まっすぐじゃなくて、ずれてると。こうじゃなくて、こうずれてると。はい。で、もちろんこれがこうなりすぎてると、こう、ほら、こう緩んだんですけども、ここが短く測れますし、逆にこうなりすぎても、ちょっと厚く測りすぎてしまう。厚いところ測ろうと思って、こう測りすぎ、斜めにしすぎると、ちょっと分厚すぎると。さよなら。